はい、えー、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ジョン、はいこちらでございます。いつもねおっきいですけどねニュースライブツアー2019ワールディスタというこのライブ映像を私が見させていただきながら言えなかった見させていただきながら勝手にいろんなことを思ったままにお話をしていく動画今日で6本目でございますけれども、えー、前回はですねいざない好きそれから忘れなぐさ そしてシンンフォニーオブディセンスス本当にそのでしたっけちょっと一日会うくとディスネンスあってました。<laughs> えー、不協音っていう不協和ってことですね。シンフォニー・オブ・ディスセンスは,い、は不協音ということだと思いますけど増田君のソロがありましてで、えー、そこで止まったところでまたね、えー、私が止めたところで止まっております当たり前ですね。止めたところで止まっておりまして、えー、今日は この続き Going that way それからクイズというのがあって「桜ガール恋を知らない君」とつながっていくクイズっていうのは何でしょうねこれはまあ今回のねあのライブのコンセプトがこう仮想現実みたいなことですから、えー、いろんなことをねどん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 こう切り替えていけるみたいなそういうコンセプトの中で本当に曲によってね今までのライブもそうでしたけどもより 場面がコロ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 変わっていきながらねこちらをた見ているこちら側を楽しませてくれるような感じのライブになっていると思いますけれどもでは今日は前回の of「シンフォニー・オブ・ディスタンス」です。何か言ってもちょっとうまく発音できないですね。が終わったところから行ってみたいと思います。次は「Going That Way」えー、1枚目のディスクのですね46分46秒4646 46のところからいきましょう。再生ポン さあ今ね増田君の曲が終わって今皆さんの温かい拍手がなりなったところで今度はリズムがントントントンと「デンデン」に <laughs> 進んでほしいんですけど今ブルーレイですかがずっと「キュル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 クュルクル,ル,ルいや」やっといきましたさあ今度は小山君がファッションショーのように後ろからなんかキラッキラの靴を光一しろ 小山ってて書い慶一郎だで、ね、慶一,一郎小山って書いてあって後ろから真ん中の子花道歩いてきて手拍子をあおる小山くんさあ横からそしてジュニアがいっぱい出てきましたよジュニアも手拍子をあおってさあその真ん中で「g o i n that way」って言ったのがさあでってててててジュニアを何人 ?246 7人、8人いますね。その先頭に小山くんがいて。Nothing but the b s 誰より胸ねり張ってたい。怯えてた夜に答えはない。心にピース。かわいいね。キャーッとお客さん。乗り越えてフ i n ニ so h i ハイ。 あたムけない、これじゃ終われない。頼りない。弱気ならグッバイ。もうちょっとこういうことするだけでもうお客さんキャーッとなってます。ないクラ思い出しても。こういうヘッドセットマイクで。Go away so everybody goes on 手拍子をあおって。意志のある明日へ。So、go ゴーエイたきれない。l イラ e No。 何か言いましたよちょっと加工された声で「So show me what you go! Oh, なおなな tonightSo tell me what you go! h e y go! So going that way!」おかっこいいさあ今度も赤い赤や青のレーザー構成の中で真ん中のステージで「おなな tonight! お、oh, う !So tell me what you go! So going that way うわすごいあざまけないこれじゃ終われないいいね鼻に響く音がさよりな,ない弱き弱きなことちょっとがなった音いいですねどうしようもないくらい思い出してもこの音きれい出てるね So going さあこうえそうえべバディコーンもうかいて石のある明日へかっこいいよこの歌も さあ長野ラスト踊ろうぜと小山くんが言って Going that way さあ今ジュニアが8人ステージにメインのステージに戻って踊りながら小山くんがこれを止めてさあ振り返って私のダンスはそんなにできてませんよ皆さん小山くんはこれの15倍ぐらいかっこよく踊ってます So sorry God's way

ちょっとチュッとして最後下をブルンと出してお客さんも大歓喜ですねキヤッと言ってますけど「ワールディスタカップクイズゾーンに入りましたと」とここではニュースにちなんだクイズを出題していきほう皆さんに答えていってもらいますさっきのキャラクターも出てるや緑色のね右左にいます今日の参加者はこの会場にいるあなたですクイズに正解するとバワリーが獲得できますそれでは第一問 これ急にクイズ始まりまりした小山さんは慶一郎という名をお持ちですが実はもう一つ名前の候補があったようです。それは次のうちどれでしょう本当のクイズですねこれ1あ A マスタロ B テコ太郎 C モモ太郎,、C、太郎 D シゲ太郎ですからこれモモ太郎ですねこれはそう3人はだって違うメンバーの名前になってるもんお緑のあのキャラクターが。 フルッと回って銀色になりました。手越さんはサッカー好きで有名ですが、サッカー前のストレッチで一番初めに伸ばすのはどこ A. 手羽先 B. 三筋 C. 太もも D. ももこれはだってね、C でしょ C。太もも正解。はい、私二問正解させていただきました。ありがとう。あ、そしたら今度銀の二万バーリーを獲得しました。銀のキャラクターが金色になりました今度。さあ。 まままだまだクイズは続きますよと、うん。それでは第3問加藤茂明が現在「アンアンで連載中の小説のタイトルでも使われている「犬や猫の祖先と言われる動物といえばお、なんだミヤキスですがあぶねでは全動物の祖先の可能性のある近年ナミビアの7億6千万年前の岩石から発見された化石で。 最古の動物の原種と言われている生物の名は A. アノマロカリスカナ電子の B. フキシャンもう読めないこれ全部 C でしたはい、全然読めなかったですけど C 第四問マッスーの宝物はどれ A. ファン B. 家族 C. ニュース D. 洋服どれだろうなカウントダウンスロート二、一。全部出た ファン家族ニュースファッション洋服ね。まっすぐ優しいねと。と <laughs> はい、この声に皆さん笑っております。アナウンスね。あなたが隣にいるだけでラブメロディーズフリーダム。これらのカップリング曲が収録されているニュース10人前目のシングルは何？桜があるーって、もうお客さんみんな言ってます。春ヒントは春お答えください。 さっき金色だったやつがピンクになった気がついたらそのキャラクター。ーさあ来た桜がある。うわ。クイズからまた急に歌きますよ。デデうわ、後ろに綺麗な桜の映像がある前に4人がまた爽やかな衣装を着て。桜のような君でした。手越くんも綺麗な顔。てのような恋でした。小山くん。 いつまでも続いてゆくとそんな気がしてた松田君の頭に可愛いちょっと桜吹雪一個怒ってましたけどね自分で落としましたねハラハラ閉じるようにあの風が連れ去ってゆく待って待って僕の桜手越君僕の桜 これまた爽やかな曲だねさあ後ろっかの綺麗な桜の映像の前にまた松田くんちょっとこう落としてるかな花びらが頭にのってるやつ「突然の出会い教室で2人小山くん」「なんてことないセリフばかり」「でも僕にとっては全部忘れ」さあ松田くんと角子でハモって「きっと一生忘れない」上のハモり松田くんきれい忘れない きれいなんだってさ。手越君着地の音きれいね。でさ。い幕に長できたっていうのさ。桜のような君でした。春のような恋でした。いつまでも続いてゆくと、そんな気がしてた。 風が吹いて散るように晴れ晴れと散るようにすごい爽やかな抜けのいい歌ですねこれ。連れ去ってゆ,ゆく待って待って僕の桜。テテ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 テくるっと回る4人、ね。 桜のようなま,さかまあいいね「春のような」すごいね「恋ですいつまでも続いてゆくとそんな気がしてた」「あんな開かないですよ口なかなか」「ようにハラハラと散るように田の風が連れ去ってゆく」

下のハモリも入って素わら最後ーきれい素晴らしいこれね繰り返しずっとね「あらら桜」っていうところにずーっと麗なこなハモリが重なっていきましたけど一番最後「桜」ー「桜」「桜」合ってるかわかんないですけど <laughs> なんかそんな感じであのー、4人の声がね 本当にに綺麗に重なってるしそこに後ろのね大きな桜が満開の映像と上からこうハラハラね舞ってくるその桜吹雪いやーすごい綺麗な映像でしたクイズが急に行われてそれの最後の答えが「桜ガール」だったわけですよねそれでお客さんたちが正解「桜ガール」って言ったらこの曲が始まるというまあすきな、えー、演出だと思いますけどその前に というですコ、ね、小山くんの曲だってず、ね、っとこうかっこよく踊っておりましたけど、あのー、皆さんが、ね、いろいろコメントをくれる中でニュースの、ね、ファンの方たちが小山くんはあんまり歌が得意じゃなかったというふうに書いてくれている方が結構いらっしゃるんですけど今のこれ見たら全然そんなことないですよね本当に堂々と歌われてますしそのあんだけ動きながらそして歩きながらで途中でこう、ね、お客さんを煽りながら。 あれだけ歌えたらもう十分自信満々に歌っていいんじゃないかなっていうぐらいあの音程リズムももちろんしっかりしてますしちゃんとこうパフォーマンスしながら歌が歌えておりますもんね当たり前っちゃ当たり前ですけどもいやすごい安定感あるなというふうに私は今聴いておりました、うん。なのでまあ一個前のね「そのシンフォニー・オブ・ディスセンス」のマツタのソロから、えー、小山君のソロがあって。 で,でクイズコーナー今「桜があるという風になってまいりましたけどこれねもうねこの曲順を見るとあと「恋を知らない君へリボン」それから「サンタのいないクリスマス」でも MC に入って一枚も終わりですからあっという間に。いやねいつもそうですネバーランドもエプコティアもそれからエプコティアアンコールもさらに「ストロベリー」もそうですけどあのニュースのライブって本当見始めるとねどん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 こう見てる側がこう続きを見たくなっちゃう感じで。 もうだから1時間以上ねもうこれもうすぐ1時間かぐらい経つわけですけど見れちゃうんす晴らしいもう楽しく見させていただいてもこのコンセプトもひっくるめてね。はいということで今回は2曲またお届けさせていただきましたので続きはまた明日以降ということで今回も皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。